はい、皆さんこんにちは。今回はですね、生徒さんよりリクエストがありまして、斉藤和義さんの歩いて帰ろう、ライブ版のギターソロを解説したいと思います。それではまずですね、原曲のテンポに近い形で演奏してみたいと思います。最初のフレーズから解説していきたいと思うんですけれども、まずはですね、ソロを弾く前に大前提としてですね、これを覚えてください。このストロークですね、右手、このストロークの中にフレーズがあると思ってください。必ずこうストロークがあって、こんな感じですね。一番最初のフレーズです、このストロークをしっかり維持することによって、ダウンとアップのピッキングが決まってきます。スライドやあとタイといってね、音をつなげていくことが出てきます。この時も必ずストロークを維持します。これ3連ですから、8分、音符は全てこのチャッ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 というシャッフルに、ね、なりますからね。はい、そして次のフレーズなんですけれども、次のフレーズはですね、スライドがね入ってきます。スライドの時も先ほど言いましたけれども、右でねしっかり振っていきましょう。ここねちょっと難しいんですけれども、では次のフレーズ弾いてみたいと思います。ですね。いや、ここはねちょっと難しいんじゃないかなと思います。スライドしているときにしっかりピッキングをね戻してあげましょう。で、次ですね、アップピッキングしてダウンのときにスライドですね。で、アップピッキングで次もスライド、ね、でタイですね、ここも空振りにします。いや、これは難しいとなります。次の、フレーズですね、4拍目から入ります。はい、ここもね、チョーキングが出てきますね。チョーキングが出てくるんですけれども、先ほど言いましたけど、ここでもね、右手維持してくださいね。このストロークの中に、演奏、左手の演奏が入ってます。もう一回弾きますよ。ワン、ツー、スリー、こうなります。ワン、ツー、スリー。はい、ここもね難しいんですけれども、この中にリズムがあると、ワン、ツー、スリー。はい、その次は、コードになりますね。これですね。この時に薬指、まあ B フラットマイナーのね、コードになってまして、まあここね、ここでメジャーのね音が入ってきます。ここね、ブルージーなフレーズですね。で、次のフレーズなんですが、ちょっとね弾きづらいんですね。4拍目から食って、入ります。いきます。ワン、ツー、スリー、フォーですね。こうなります。この時も右手ですね、アップピッキングからスターと入ります。
あとはですね、無駄な音が出ないように、しっかりねミュートしながら弾くといいですね。親指であったり、右手のミュートをねうまく使って、余分な音が鳴らないようにしましょう。そして、次ですね。ここからはですね、まあコードカッティングというか、コードのストロークが、多くなってきますね。989ですね。これはこう A7 のね、コードですね。こう半音下に寄り道したり、半音上に寄り道したり、ね。まあこうすることによって、エキサイティングなね、演奏になっていくと思います。では、演奏してみたいと思います。1、2、3、4。はい、そして次ですね、10フレット制覇になります。ここは8分9分から入りますから、アップでね入りますですね。で、ペンタトニックのフレーズですね、こうなります。この時、やはり親指等をね使って、うまくミュートしていきます。ですね。そして、次ですね、次はですね、このように B フラット、メジャーになるんですけども、親指で、6弦6フレットを押さえて、5弦はミュートしてます。音は出ません。ですね。なります。で、同じフォームのまま、2フレット上に行って、ここで、C メジャーですね、ですね。同じリズムです。こうなります。はい、次ですね、人差し指で4、3、2弦を、このように制覇します。で、2弦だけが11、12、13と、フレットがねこのように上がっていきます。まあ半音階でねこう上がっていくんですけれども、そのリズムがですねこのようになります。ですね、このアップストロークのタイミングで、音がね変わって半音ずつ上がっていく感じになります。というふうになります。それではね、ゆっくり、つなげて弾いてみたいと思います。なかなか難しい、ところもあるかと思いますけれども、ぜひね、チャレンジしていただければと思います。